こんばんは。土曜日だからみんな起きてるか。ね。こんばんは。土曜日だからみんな起きてるかな。髪切りました。今日は朝日とひずるで、インスタライブやっていきます。ちょっとだけ、明日ライブなんでね。ファンクラブツアー Way to Home 東京ラストでございます。ラストですよ。なんかね、こう楽しみすぎて、緊張してるのかもしれないし、楽しみすぎるのもあるし、でね、ちょっとインスタライブしてみようかなって思っちゃってインスタライブしました。うん。え、これなんて言うんだっけ、むくまないように。違うのよ。だからね、むくまないようにね、早く寝ないとって書いてあるじゃないですか。これね、俺今さっきまで走ってきたんですよ。だから大丈夫です。しかも逆にあれなんですよ、睡眠が浅い方が割かしむくまない気がします、多分。知ってますみんな、これ。ひずる。サマータイム連打っていうアニメなんですけど。めっちゃ面白いです。ワンピースくらい面白いです。朝日くんは寝ないですね、まだ。うん。朝日くんは寝ません。朝日くんすっぴーのが好き。ええ、これもちょっと、あれだよ。これインスタライブをやってるからさ、一個フィルターかかって、ちょっと綺麗に見えると思うんだけど、ここにもちょっとだけね、あるし。絶対目、ちょっと塗った方がね、トーン上がります。そう、寝すぎたらね、むくむよね、逆にね。むくみの話ばっかりしてるって。サマータイム連打見たことない、ちょっと見てよ。そう、さっきまで帽子かぶってたんで、あんまりパーマかんないですけどね。え、明日テニスの大会頑張れ、テニスの大会頑張れ。テニスね、俺ね、スポーツの中でね、一番苦手なのよ、テニス。教えて。あ、明日配信で見る、嬉しい。そう、明日 Way to Home、ファンクラブツアーラスト東京、東京だけ配信があるんですよね。ではちょっとこう生で来れなかった方にもね、見てもらえるようにと配信できるようになりました。なんでぜひ見てください。配信も配信でさ、良さない。だってさ、細かくまで見れんの。顔とか表情とかね、動きとかさ。まあライブもライブでね、やっぱ生で行くとさ、一体感があるじゃん、お客さんとの。それもさ、楽しいんだけど、配信も配信でいいよね。俺も配信で見よう。終わったら。みんな来ますか、 Way to Home。 うわ、明日バイトなんだ、頑張ってね、バイト。 Fight Fight Fight。 エリアシ、あ、明日配信見るね、ありがとう。お気に入りポイント教えてね。アスヒくん、エリアシは切ってないっすよ。これ一回切って、ちょっと育てようかなって。はい、育てます。そう、ワクワクで寝れないんですよね、そういう時ない。
でもだって今日は、まあ今日を、みんなとリハーサルやったんですよ。なんでいつもよりなんかこう早く帰ってきたんですけど、家に寝れませんね。はい、まだお風呂入ってないですね。はい、明日も仕事頑張って、お仕事ファイティング。え、明日何聞いて会場向かおうかなって。うわ、それはもちろん、あれだ、うわー、じゃあワトウィンの、オンリーワンライフでいきましょう。え、俺の声眠たくなる。じゃあちょっとトーン上げよう。ちょっと怒られそう。うせ、すいません。ちょ、そのアニメどんな話っていっぱいしたのよ。ちょっと俺ね、説明が下手くそだからさ、このさ、コメント欄にさ、書いてくれない？そのタイム連なの。説明を。俺下手くそだからさ。うわ、ユータ焙煎が来た。お前には負けるよ。お前には負けるよ。お前には負けるよ。やっぱコメントすごいことになってた。反応しよう。ユータ反応した。ごめん。またこれさ、こう上からさ、こうゆっくりさ、こう楽しんでいきたいじゃん。こうみんなのコメントをさ。そしたらさ、やっぱ溜まってくわけよ。でもさ、こうやって急いで下にしちゃったらさ、またさ、この書いてくれたの読めないからさ、これどうしようね。なんかこれだからポン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 いけない。油そば美味しかった。え、油そば食べたの？凛太郎もね、あれ一昨日食べたとか言ってたな。うん、北海道にも行くかも、行きたいかもしれません。うわ、名古屋行ったよ。ありがとうね。名古屋もやったんですよ、ウェイティオンファンクラブツアー。ありがとうございます。また会おう。名古屋行くよ。名古屋大好き。ノアの地元。 I love you。 明日も会えるの楽しみ。よし、俺も楽しみよ。来てくれるんだね、あなたは東京に。嬉しいよ。仕事しながら応援する。ありがとう、応援してくれてね。俺も仕事応援するよ。うわ、俺の声が眠いだと。まあね、でももう12時だもんね。アイボンしてるな、わ、おもろいわ。それも報告してくれんのね。面白い。アイボンね、あの目に、あの目洗うやつでね。私も筋トレしようかな、明日のために。お、いいね、筋トレしよう。家でやったりするんだったら、腕立てっすね、絶対。腕立て。でも筋トレもね、なんかね、むくみが取れるみたいな感じ。またむくみの話かいっつって。むくみ大事なんだよ、本当に。そのもう体重とか関係ないんですよ。体重とか関係ないの、むくみっても。なんかむくんだら、なんか、ちょっとね、体重増えたのかなみたいな印象を与えるよね。はい。あ、マイク塞がっちゃってますね。これさ、片手でこうやって持ってんのよ、こう。こう、今右手を表現してないけど。あ、でもみんな見てるからこれが右手になっちゃうのか。だから、左手を表現してるんだけど。こうやって持ってるからね。ごめんね、マイク塞がっちゃった。これでどうかな？お、一部行くからね、かまして、星7つ。ありがとう。星七つの、はい。あの、パフォーマンスします。熱出して、あずきくん。ごめんね。じゃ、これ、あのもう横になりながらこれ、だからこの、ラジオだと思って、ちょっと、聞きながら寝てみて。俺もね、よくね、なんかあんま寝れないときね、霜降り明星さんの、ラジオを聞きながら寝るんですけど、そうすると充電ゼロになってる。うん。コメントラグいのはごめんなさいね。俺がね、こう上から読んでて、本当はこうやって下バーって行ったらすぐコメント読めるんだけども、
あのね、みんなのをね、見たいっていう思いがしてるんですよね。東京公演でもう焼きそばしか言わない。やめて。もう今ね、俺焼きそばっていうワードをさ、こう読まないようにしてたわけよ。あなたが言わないといて。で、俺が多分ね、誰が焼きそばじゃっていうのをね、言うから、みんな言うんですよね。もう言わんとこ。焼きそばじゃないですもんね。まあでも焼きそばって言われるの、まあ、いじられるの嬉しいんですけどね。でもさ、誰が焼きそばじゃーしがさ、このなんか、やっぱ長いのだと、長くてあれだし、やっぱ、ね、誰が焼きそばじゃーが一番、こう、落ち着くよね。何の話してんのって。え、何青足って。そういうアニメかな。青足。なんだそれ。リュウタ怒んないで。え？やっとマイク直った。これやばいね。あ、バイトお疲れ様です。バイト疲れた、バイトお疲れ様。バドミントンの大会で行かれへんの辛すぎる。大会頑張って、バドミントン。あ、なんかね、フーがね、バドミントン得意って言ってたな。本当に得意か分かんないんですけどね。六助食べたよ、六助。六郎ね。六郎。六郎食べたらうまいよね、六郎。仙台の、俺の青春の味のつけ麺があるんですけど。それがうまい。六郎。お、プロンク、してるんだ、体幹。いいね。いいね、いいね。今日焼きそば食べた。何の報告じゃいい？やばいよ、むくんだ。朝引くみたいって言ってるけど。引く。でね、俺ね、それで言うとね、最近おもろいなっていう、あ、最近アニメ見てて、これ知ってるかな？当ててみて。漢字3文字の、アニメ。知ってます？みんな。漢字3文字のアニメ。誰が最初に当たるか？漢字3文字のアニメ。今ね、俺がハマっちゃったアニメです。お！今日誕生日になりました。ハッピーバースデー。あ、ぶぶぶ。そう、プランク6分すんのよ、俺ら。最初に正面2分。横1分半。横1分半。最後に1分。やるのよ。鈴木朝日。誰がアニメや。いいね。誰が作ってるそのアニメ。地獄、おい！知ってる、地獄楽。むくみ朝日。そう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 、そう受験生だから応援してほしい。頑張れ勉強。頑張れ、あー、アニメ知らん。じゃあこの際に見てみて。うん。あ、遊戯王も好きだったけど。あ、そうそうそう、地獄楽ね。とりあえず漢字3文字の言ってない？凛太郎って。古畑亮、全員いるやん。あ、でも福沢のは言えないな。桑山龍太も。そうそう。地獄楽。面白いね。地獄楽。でもちょっとグロいんすよ。でもなんかちょっとだから、鬼滅の刃に似てるところもある。そういう雰囲気かな。もうね、俺が説明するよりもね、1話見てみてください。面白い。で、僕はAmazon プライムで見てるんですよ。ね、誰がジャムおじさんだよ。おい、誰がジャムおじさんや。
やめて、今アンパンマンの話してないんだから。そうそう、だから地獄楽、飛んじゃった今、地獄楽面白い。で、そう、アマゾンプライム見てて、で最近やっとあの王様ランキングのあの新しいのがシーズン2かなが出て、またそれも見てます。面白いね。通り弁も面白いんだよね。東京リベンジャーズもわかる。なんかね、俺ね、途中でね、終わっちゃってるよね、東京リベンジャーズ。あの強い女の子が出てきて終わっちゃってるんだよね。ハンヒフヘホン似てるこれ。朝日くん眠い同士を助けて、もうこのまま寝ちゃってください。眠い人はね、眠い人は。朝日さん、眉毛テッド見合って可愛い好き。眉毛テッド見合って、眉毛テッド見合って可愛い好き。なにテッドってテッド、なにどんぐりマン、どんぶりマン。目の上描くの癖、なんかね、ここが可愛かったんですよ今。いや俺そんなずっと触ってた今。チームワルコちゃんみたいな。ちょっと使いす、推しの子を見せてほしい。ねえねえ、弱虫ペダルね、もうみんな面白いって言いますよね。いえ、違う、急にバイキンマンってあの、バイキンマンの真似って書いてあったんで、バイキンマンの真似してみたんですけど。明日バイトやけん応援してほしい。ファイト！何で白目できるって、ここで白目できるって。ヒゲ見せてく、ヒゲ。ヒゲ見せてく。夜なんで生えますよ、ヒゲ。ヒゲぐらい生えます。よし。じゃあ、ちょっとね、緊張もほぐれましたし、明日に備えましょうか、皆さん。明日は、改めて、ファンクラブツアー Way to Home 東京ラスト公演でございます。はい、でその明日だけ配信があります。はい、その配信もね、確かアーカイブも残るのでね、皆さんぜひ見てね。はい、ということで、ちょっとまたね、なんかあったらインスタライブするんで、みんな集まってください。ということで、ありがとう、みんな見てくれてありがとう。むくみお兄さんちゃうのよ、むくまないように走ってるんで。はい、ということで、おやすみなさい、また明日ね。